どうも本能の小物釣り師です。本日はエラブナ管理釣り場の加藤吉沼に来ました。初めてです。これいいのか。料金は平日は1日券だけがあって1100円でした。池はかなり広くて釣り竿をどこにするのか目移りしますが、今回は初めてということもありますので全体が見渡せる場所を選びたいと思います。桟橋は浮桟橋になっています。敷鉄板がかなり厚いです。ひとまずここでやってみたいと思います。今回はセッティングの様子を紹介してみたいと思います。実はセッティングの紹介まで想定して録画してなかったのでちょっと視野が悪いですが、その点はご了承ください。まず餌を作ります。今回は革新の単品から始めました。万力をセッティングします。これは銀閣で5000円ぐらいします。今日持ってきた道具残り全部よりも高いかもしれないです。竿掛け本体は折れた竿の再利用です。竿掛けの先端は洗濯バサミです。釣り台は備え付けのすのこの上に自分のすのこを乗せて、さらにその上にヘラ座布団を乗せました。こんな感じです。初めての場所なので現場合わせです。仕掛けは家で作ってきました。というか何度も同じものを使い回しています。竿は上州屋で買った1000円ぐらいの渓流竿です。今回は7尺を使いますが、他に6尺、8尺、12尺、15尺を使い分けています。道糸は 1.2 号です。浮きは近くの釣り具屋で買った1000円ぐらいのものを使っています。浮き回りはゴム製のものを使っています。他に寄り戻し、板重り、あと棚ゴムは普通の消しゴムをちぎって使っています。針は 0.8 号の針巣がついた5号です。以上道具の紹介でした。もちろんいい道具はいっぱいあると思いますが、ひとまずこれでやっているところです。さて今日も釣れるでしょうか。ごめんなさい。
よここで餌変えます。ひとまず型は見たので余っているコウテンとカルネバを処分します。ここでまた餌の配分を変えます。コウテンカルネバ2ずつにします。実はカルネバはもっと余っていて、仮に今後革新に一本化するとなると革新にカルネバは入れないと思うので、カルネバを先に処分しないといけないです。ただしコウテンとカルネバで結構釣れることが判明したというか、今更使い方を覚えた感があります。ね。